マットだよね。この背の高い女たちがさ、あれをつけたら怖いよね。いや、本当綺麗かったですよ、ね、コメントもさせていただきました。オープニングで言ってたよ、なーちゃんありがとう。じゃあ30秒前です。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。ちょっとここいい音。おじちゃん出てちゃダメよ。起きなくちゃ。始まるよ。じゃあオープニング入ります。寒いのにね。よいしょ。一人で生きてる人なんかいない。必ず誰かとつながっている。愛されていない人なんかいない。ただ知らないだけ。人と違うことは素晴らしい。戦わない勝利、それは誰にも真似ができない自分らしさ。誰かと戦うことじゃない。比べるものでもない。本当の自分に会うためのレッスンは自分の中にあります。一人では分からなかったことも巡り合う人たちが見せてくれる。心のままに、今日という一日もあなたが輝く日へ続きます。クリスタルイズム、100の音を奏でるクリスタルタイム。毎週金曜日10時からの2時間、どこにもない今までと違う、誰もやらなかったスパイシーな番組です。ハートフルで魅力的な音楽と言葉の世界。メインパーソナリティは志田町エレガント大使キリンがご案内いたします。そしてパートナーはワンワンマームのミッチーナ。はい、福岡みで門番でワンワンマームの私がサポートさせていただきます。いつだって盛りだくさんなクリスタル。みんなができることで支え合う。できそうでできないことを全部やってしまうのもクリスタルスタイルの一つですね。ですよ ね。一体何色のカラーがここに集結していることや。ね、レインボーでとどまりませんね。ねえ、うん、本当だね。700、いいかもしれない、はい、今日穏やかな感じで風がないから。全国的にはだいぶ寒いんですけどね、今日ね。東北は、あ、そうそう、そっち方面は雪がね。そうなんですよ。東京も来るかもって言ってたよね。かもしれないけれど、週末ね、ちょっとお出かけの方は気をつけていただいて。やめて。もういい。ていうかね、私ほらガーデニング好きでしょ、はい、大変なの。暖かすぎて芽生えてきてしまって。あ、いや、ちょっとこれじゃ4月のバラになっちゃうじゃないと思って。でまた寒くなったりするからね。そうするとね、つぼみが困るの。順番とかいつも通りってあるから難しいですね。難しい。ちょっと今年は早い。だいぶ芽吹いてしまってる。言い聞かせてるんだけどね。まだよって。まあ、それお天気様に言うのがいいんじゃないですか。とりあえずうちの子たちでね。まず我慢してて。やってそうでしょ。ね、やってそう本当に。ね、もう人間もしんどい。この寒かったり暖かかったりの繰り返しだから ね、人間もしんどい。だからワンコたちもそうだよね。しんどいですね、やっぱり ね。気をつけて過ごしてくださいね。そして私たち今本当にね、最終段階に来ておりまして後で発表しますけどね、ついさっきの時間まで打ち合わせしてそうちょっと寝るかみたいな。そうですね、分かればって言って来ましたよね。そうですね。それでよくね、塗ったり貼ったりしてね。朝きついですよね、なかなかね。ちょっとあっち向いてようと思ったりしますね。さあ、それでは始めましょうかね、はい、降っても晴れても一日の始まりはクリスタルから。はい、みなちゃんどうぞ。さあ、それでは本日もコンシェルジュさんのコーナーからスタートしてまいりたいと思います。今日はね、初めてご参加くださる方が2方いらっしゃいますので、ね、楽しみにしておりました。はい、まずは1番手からどうぞ。はじめまして、祖母明菜と申します。はい、先ほど控室でご挨拶をさせていただいて、うん、お名刺とかを交換させていただいたんですけども、うん、私の名字が、珍しいということで。あ、そうよね、はい、祖母という字が
漢数字の十に三水辺の川で、そこはきなと申します、うん、よろしくお願いします。はい、こちらで金曜日で登場していただくことになりました。はい、はい、よろしくどうぞお願いします、はい。私がしている活動をまずご紹介させていただけたらと思うんですけれども、うん、好きなことや得意なことを仕事にするというコンセプトのもとに、お教室企業塾の主催、うん、
応援していきたいと思います。はい、では次の初めましての方です。はい、どうぞ。はい、初めまして、佐々木と申します、はい、ニックネームがないんですけども、あ、そうか、あえてニックネーム今思ったのは、はい、泳がないトビウオ水泳大好きなんですけど、最近泳いでないんで、泳がないトビウオ、はい、佐々木さんと言います。はい、佐々木さん、はい、よろしくお願いいたします。はい、僕は、まあ、ラジオに出てみたいと思ったのは、はい、あとはブルーベリーの仕事を二十何年もやってるんですね。ブルーベリーを、はい、ブルーベリーを栽培して販売するっていう仕事。あ、はい、そうですか。岩手の遠野市っていうところでね、カッパの里で無農薬のブルーベリー作ってるんです。うわ、大好き。あ、そう。4.5 ヘクタール。わからないですね。東京ドーム1個分みたいな畑あるんですね。うわ、そう。日本のサイズなんですけど、それは夏しかないので、皆さんにお届けするのは。で、ちょうど2年前に、僕の友人がアメリカにおりまして、シアトルにいて、今アメリカでそのビントゥーバーチョコレートって流行ってるんだけど、うん、チョコレートやってくれないって話が来まして、チョコレート、最初は興味なかったんです、正直全然、うん、体に悪いしと思って、うん、だってブルーベリー健康にいいって仕事20年もやってきてそうですよ、ね、いきなりチョコレート何って言われますよね。そうですよね。実際言われました。はい、ボーデパートで。あ、なるほど。全然宗派を変えるなみたいな。でもまあ、調べるとビントゥーバーチョコレートっていうのは、うん、その、まあ、どうも体にいいなというのが分かって、去年から始めたんですね。で、今日もちょっと何枚か持ってきたんですけども、なんかね、すごい見たことがないような素敵な本の装丁みたいよ、はい、そうです ね、 ね、はい、これはハワイで今人気のビントゥーバーチョコレートですね。わ、すごい、はい、マノアチョコレートと言います。で、これはね、若い経営者なんですね。まだ30歳、31歳かな、まだ10年ぐらいしか経ってない。だからね、そういう若い人たちが今やってるのがアメリカのビントゥーバーですね、特に。で、まあ、ビントゥーバーっていうと何なのかっていうと、豆からチョコレートを作る、うん、みんな普通だと思うでしょ。違うんですか。僕もそう思ってたんですけど、うん、大手メーカーはもうチョコレートの塊を買ってそれを作るらしいんです、ね、だからどこの産地の豆かはあまり関係ない。なるほど、はい。で、ビントゥーバーの人たち、メーカーの人たちは自分で産地に赴いて、うん、ペルーとか、ドミニカとか行って、うん、この豆がいいねと、そこに最近言われてるフェアトレード、うんうん、ね、そういう思想もありますよね。ありますね。はい、100円のものを100円で買うみたいなね、うん、叩かない、うん、いや、ですからさすがに、うん、でそういうのが一つのこうアメリカのムーブメントで、ここ10年ぐらい始まって、最近3年4年、うん、盛り上がって、ようやく日本にも去年ぐらいからポチポチとやるメーカーが出てきたんです。で、アメリカ行きますとね、ビントゥーバーチョコレートメーカー150ぐらいあるんですよ。まあまあ日々増えてると思います。で、やっぱりそのみんなそういうフェアトレードは当たり前だし、オーガニックは当たり前だし、お砂糖はほとんどきび糖って、サトウキビのお砂糖、健康にいいってね、ミネラル、まあそんなような原料で、ほとんど保存料、添加物一切使わないみたいな、ものすごく こだわりがありますよね。そうですね、やっぱりすごいなと思います。で、その中で、まあ、アメリカ行っていろいろ見て食べて、本当気持ち悪くなって3日間食べましたけど想像しただけでなんか胸がいっぱいになる、はい、毎日チョコレート食べると相当ねうっぷっとなります。なんかかっこいい、はい、それで、まあ、その中から僕がすごく気に入った、はい、経営者だとか、あるいはコンセプトだとか、そういったものを気に入ったのが一つのこの今日お持ちしたハワイのマノアチョコレート、マノアチョコね、はい、後で食べていただきますか。あ、素敵、はい、それとですね、まあ、いろいろ持ってくれたら本当にいいんでしょうけど、うん、もう一つは今日はね、これはロサンゼルス の、うん、メーカーです。レタープレスって言いますけどね、はい、非常にこうデザインがスタイリッシュな、うん、切手だこれ。そうですね、かわいい、はい、とてもかっこいいですね。で、ここのオーナーはまだ5年ぐらいしか経ってないんですけど、映画会社でドリームワークスって映画会社ありますよね、はい、スピンバーグ、はい、そこのチーフデザイナー。あ、そうだからまずデザインから入ってるんですけども、製品もやっぱりこだわりですよね、ディテールがこだわってるんです。そこでつながってますよね。そうなんです、はい、これも彼も30代ですね、ちょっとですね。あ、すごい、とてもかっこいいよ、はい、で、こういう自分が気に入った、まあ、3つぐらいですけども、はい、ビントゥーバーチョコレートを扱っていこう。で、FM に
ね、ラジオに出たい、発信していこう、ね、知っていただくことなら健康ですキーワード、あ、そっかそっか、はい、キーワードでチョコレートが健康にいいよということをこれから少し番組の中でご紹介していって、うん、どんなのを選んだらいいかなとかね、そのお話をしていきたいなと思います。私たちなんてチョコレートって一括りにやっぱりなってるけれど、はい、これだけ違いがあるっていうことって多分まだ知らないですよね。そうです ね、 ね、はい、ぜひぜひ知っていただいて見て食べてそんな感じです ね、 ねいただきたいですね、はい、本当に素敵なのでこう手に取るだけでこうなんかこう幸せな気持ちになったりもする。ありがとうございます、ね、ぜひ使ってください。あ、またなんかね飛び道具で小道具が、はい、またぜひ次回これお披露目してくださいね、はい、音を出して、はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。佐々木さんでした。それでは、コンシェルジュさん後半戦でございます。続いてのコンシェルジュさんです。おはようございます、はい、おはようございます、あなたの相談をお借りします。シンガーソングライターの崎山ゆすりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日まで B スタイルということでちょっとインターネットテレビの方に出てきたんですが、ちょっとこちらの方に移動ということで、はい、今回初めてなんですけれども、ようこそお越しくださいました。で一応相談を歌にするっていうのが自分のコンセプトになってるんですけれども、はい、はい、人から相談を受けて、うん、相談の内容とアドバイスを歌詞に入れて、うん、それを相談相手の方に提供するっていう歌をやってるんですね。その場で一応、カフェとかでお話をお伺いして、はい、いろいろ、まあ、そこで、まあ、いろいろ相談の内容を聞いて、作って、また後日お会いして提供するという形なんですけれど、はい、で例えば女性の方でダイエットその方されてるんですけれども、はい、いろんなダイエットを試したんだけどなかなかうまくいかなくて、いいダイエット方法ありませんかということで言われたんですよ、うん、それは崎山さんに相談に来られた来たんですよ、うん、それで私もダイエットの中で、低インシュリンダイエットっていうダイエットがあるんですけど、GI 値っていう値がありまして、それの値が高いものは太りやすくて、うん、値が低いものが低いものは太りにくいと言われてるんですけど、はいはい、例えば炭水化物とかですとご飯とかは太りやすくて呼ばれますよね、太りにくいのはお蕎麦とか、はいはいはい、シリアルとかそういったものが、太りにくいんですね、はい、それを歌詞に入れた歌をその方に提供したという経験がありまして聞いてみたいですね、そうなんです、はい、で2番の歌詞にはデザートだって食べていいですっていうゼリープリンにパンゼリープリンにパンナコッタっていう歌詞があるんですけど、で3番の歌詞極めつけなんですけども、うん、ラーメン食べたい時は太麺選んでくださいっていうのがあって、うん、細麺だと消化がいいので太りやすいんですね、うん、ですから例えばラーメン屋さんとかで太麺細麺を選べるところがあったら、うん、太麺を選びますと、うん、太りにくいっていう、はい、なかなか皆さん結構飲んだ後にお腹が空いてラーメンとか食べてしまうケースが結構多いと思うんですよね、うんうん、そういった時にはもし麺を選べるようであれば、うん、細麺の方を、あ、太麺の方ですね、太麺の方を選んでいただければと思います。ちなみに固めはどうですか？固め、うん、麺固めでとか言う人いるでしょうね。あ、固め大丈夫です、はい、OK です、はい、私の周り多い固めの方がいいって言われる。あ、自分も正直固めの方が歯ごたえがあって好きなんですけど、はい、まあそういった感じでいろいろ相談を受けてるんですけども、うん、まあ、これからちょっと、ラジオの方で発信していきたいこととして、周りで音楽を結構やっている方がいらっしゃるんですけども、その方からいろいろお悩み相談っていうのも受けるんですよ、うん、それで例えばライブの時になかなか声が出にくくなったりしてしまうんですけど、どうしたらいいですかということでお話を伺ったんですけど、その方は何かライブ前に何か飲まれてますかっていうことで、牛乳を飲まれてるっていうお話だったんです、で牛乳って、ご存知だと思うんですけど喉に膜を張ってしまうっていうので、できるだけ歌う前は避けていただきたいんですけど、思わず牛乳を飲んでしまったっていうケースもあると思うんですね。でそれの解消法があって、実は、レモンジュースライムジュースそれを、飲みますと、その張った膜を洗い流す効果があるので、はい、ぜひ思わず
ライブ前に牛乳を飲んでしまった膜を張ってしまったっていう時はですね、ぜひそのライムジュース、レモンジュースを、レモンとライムのジュースを飲むと、はい、基本的にそういったものは喉をきれいにする作用があるものですから、まあ、そういったことを、はい、ぜひ、実行していただけるとうん、いいかなと思ってます。なるほど、はい、きっと喋り手のね、私たちにもいい情報、今のは今度からこれからはこういうお話がありましたよとか、こういう、そうですね、アドバイス的なところを、そうですね、いろいろたくさん普段質問を受けるので、うん、それをちょっとずつちょっとずつ小出しにしていきながら何かお役に立てればと思っているんですけれども、はい、楽しみですね、はい、今日だけでもすごい楽しかったそうですか。それで今月もちょっと先ほどライブの話をしたんですが、ちょっとここで少し告知をさせていただきたいと思うんですけれども、はい、はい、1月29日の日曜日なんですけれども、荻窪の、ルスターノースサイドさんというところで、ライブイベントの方に出演しますので、はい、はい、私は20時半から、出演いたしますので、その、詳しい情報、今日私のFacebook のタイムラインに投稿してあります。あ、なるほどぜひそちらをですね、ご覧いただきまして、ぜひ、お越しいただければと思いますので、はい、ぜひ、皆さんぜひ遊びに来てください。ありがとうございます、はい、ちなみにそれは誰かの相談の歌ではない？相談の歌、先ほど言ったダイエットの歌もその時歌いますので、はい、ぜひ生で聴いていただければと思います。太麺もね、そうですね、太麺ぜひ聴いてください。聞きましょう、はい、ありがとうございます。これからも楽しみにしてますので、はい、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。秋山さんでした。初めて聞きました、そんなお仕事。では続いてまいりましょう。キラキラ隊長なおのついてきて、連れてくよ、ルン。私の生き方は毎日でウェディング。私の夢はみんなを笑顔にすることです。プリンセスからビジネススタイルまで、女性の見た目をプロデュースします。いきなり噛んでしまいましたちょっと無理だからね、うん、ちょっと優しい、そういうことでちょっと、まあ、新年早々 ね、ずっこけたということでまあそれもね、プラスに変えていきますから、ね、今日帰った発声練習、そうね、レモンジュースの、あ、いいの？レモンジュースが聞いてた、さっきね、ちょっと隣でちくわ星人、ちくわ星人で思いますいい感じです。嬉しいよ。あ、そうなんだね、わ、うん、かりました。じゃ あのレモンきっと絞って浅いのでもいいかな、うんうん、なんだかということですね。一応の明けましておめでとうございます。そうですね、なんて言ってもいいんですかね、まだ15日までいいのかな、うん、本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。新しいこの始まりにね、私宣言したいことがございまして、やっぱり言霊ってね、今日のコンシェルジュさんたちも、皆さん口々におっしゃってたように、やっぱりこう言葉に出すと叶う、うん、うん、でまあ、私も常々そんな不思議体験もしてるし、うん、言葉に出さないと始まらないし、ね、誰も分かってくれないし、何より自分自身を言っちゃったから引くに引けないなっていうのがあるじゃない、あ る, あるでしょ、うん、なので私本年実はアパレルのお店を、クローズ、うん、いたします。はい、おめでとう、はい、あ、でもおめでたいの、おめでたいの、はい、っていうのはですね、新しい一歩の私の、まあ、人生のね、一歩 の, ために今まで、まあ、支えてくださったね、お客様とかスタッフもいるので、この1年を感謝祭としてお店を継続しながら、まあ、今こう見た目アドバイザー、そうですね、うん、何それっていうね、まあ、私が作ったんで誰も知らないんですけど、その活動、まあ、今こうやってメディア活動もさせていただいてるし、まあ、その、本気でそちらの方に取り組みます、うん、おー、イエーイ、そちらはね、取り組みなんですね、取り組まさせていただこうと思っておりますので、うん、じゃあもっともっとナオさんと話できるってこと、そうだね、うん、そういう機会もお湯を作っていきたいなと思ってるんで、うん、まあ、どうしてもやっぱりあっちに帰ったり、あっちっていうのは関西すいませんね、僕らね、そうだったね、兵庫県足立区側の方にね、お店があるんですけれど
ども、まあ、そちらに帰るともお仕事をね、もうもちろんあの店もあるから行くし、うん、まあ、あとこう仕入れとか、うん、いろいろ本当に見えないところで時間がかかるんですよね、うん、まあ、それもすごい楽しくてやってたし、今の自分があるのは本当にあの場所と支えてくださった本当のお客様とかね、もうメーカーの方とかブランドの、まあ今結構ねお友達もあのできてデザイナーの女の子があのラジオクリスタルのゲストでね、前コーナーやってた時に来ていただいたりもしてるし、まあその全部がつながってるんだよね。だからそれこうパキッと切るんじゃなくて、私ができることは、まあ、会社自体を続けていくので、まあ、あのジュエリーあのディアバンテさんのここにお友達のね、出てあのラジオ出演していただいた恵子ちゃん、恵子社長、はいはい、まあ、ともお仕事続けるし、まあ、あの本当に何だろうな、あの一部のね、あのブランドとはちょっと付き合いなくなるかもしれないけど、あの私が今本当にお付き合いさせてもらってる講師ともに の、あのブランドはそのまま取り扱いさせていただいて、うん、まあ、どこかね場所はちょっとクローズするので、うん、あのまだ未定ですけれども、もともと私お家の一室で始めたんで、そうなの、ね、そうなの、なので別に場所はこだわらない、うん、そういう意味ではね、うん、結局人、うん、で、そうですね、うん、で私は、まあ、あの動く方だし、うん、ご飯食べに行くときもね、あの好きな、 なんかスタッフの人とかがいる場所、分かる、うん、お買い物もね、うん、なんかそうだから、確かに、うん、だからそういう方たちに、まあ、またねこれから違う形でつながらせていただければいいなと、まあ、ちょっと真面目な話をさせていただきましたが、はい、なのでも言っちゃったんで、うん、そうね、はい、やりますなのであのね、何コンクールっていうの、あ、今シーズン、あ、なんていうんですか、コンクール、この今のクール、あ、今のクール、なんか、ラジオコンクール、そうですね、はいはい、クール、クール、クール、ちょっと発音がね、だって、デシコちゃん、何隠そう、関西人、そう、やかえしいよね、ついね、ポロッと出ちゃうから、そう、気をつけます、はい、あの、このね、新しいクールの皆様と、協力しながらね、そうですね、はい、3ヶ月間私も精進したいと思っておりますので、うん、今日はちょっとあのヒョウ柄のお洋服着ながらも真面目なはい、はい、何ですかそれは、アップアップってあんなそのヒョウ柄と一緒にしない、あ、でもそうすると怒られるそうそう一緒です意識しました、はい、意識しましたこの方をはい、あのお友達になってくださいすごいいろんなとこからね、いろんなのが飛んでくるね、確かに、あの今ね、おかみから来たんですけど、あの方名前最後なんだったっけ、アポペの方、アポペの方、なんて名前だっけ、ピカタロ、あ、ピカ、ピコタ、ピカチュウ、はい、ピコ太郎様、ぜひまたあのクリスタルに遊びにいらしてくださいね、お友達かな、はい、言霊で、言霊で、はい、はい、今年も一年よろしくお願いします、行きましょう、はい、ありがとうございました、はい、キラキラ隊長ナオでした、ありがとうございました、はい、ということで今日も賑やかで素敵なコンシェルジュの皆さんありがとうございました。お寺クラブ、ご案内はお寺コンシェルジュの伊藤です。魅力いっぱいのお寺やお坊さんをご紹介、四季折々のお寺イベントも盛りだくさん、お寺のことならお任せください、はい、こんにちは、はい、はい、はい、よろしくお願いします。今日もあのゲストをお呼びしておりますので早速ご紹介させてください、ある時は大道芸人プリンコちゃん、自身自殺に向き、ちょっと待って、プリンコちゃん、プリンコちゃんです、プリンコちゃん、プリンコちゃんです、プリンコちゃんです、もう出ちゃった、もう出ちゃいました、プリンコちゃんです。そしてそれでいて、あの自死自殺に向き合う僧侶の会共同代表で、地元では、保護司、青少年補導員を務められています、千葉県流山市にある真言宗豊山派円東寺の、増田俊光住職、今日来ていただきました、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします、お願いいたします。ダメだ、プリンコちゃんしか出てこない、最初にゼロさんに教えてもらっちゃったからねプリンコちゃんこんな感じですねギャップ感がすごい、そうなんです、ね、そうなんです、こんなあの、まあ、ラジオで言うのもあれなんですけど、大道芸されてるんですが、普段からそんな、ね、あのヘラヘラされてる感じとは全然違ってすごく真面目そうな、はい、
ご住職に今日来ていただいています、はいはい、まずそのプニッコちゃんって何かっていうご紹介から伝わらないのでさせて、そうですね、ありすぎるんですけども地元中心にいろいろ大道芸 と、マジックと、バルーン、そうですね、はい、うん、そのあたりしながらっていうような感じですよね、はい、どういった場所でそういう大道芸されてるんですか。そうですね、一番多いのは、幼稚園とか保育園とか、うん、それからですね、夏だったら夏祭りとか、うん、はい、じゃあ子供たちは喜ぶわ、です、これはもう登場しただけでね、得意芸が得意芸、はい、いや別に得意なものは得意ないんですが先ほど言ったようなマジックとかジャグリングとかバルーンを使った、ショーをやっております。もともとすごく真面目そうな姿で、真面目なんですけど、真面目かどうかそれは分かりませんけども、ご出身が大宮、埼玉の方ですよね。そうです、はい、ちらっとその話を聞いて、高校生の時はパーマかけてたって話してたんで、はい、結構やんちゃな方だったんですかってずっと聞いてるんですけど、で違います違いますってずっと言ってるんですよね。はい、どうしてもなんとなくもう埼玉の大宮の人にすごく偏見ですけど、埼玉の大宮でパーマかけてる高校生ってもう完全にヤンキーな感じ。それは大宮に対する偏見で、偏見です。そんなことありません。大変失礼しました、はい、大都会です。そうなんです。でもその時からマジックとかも興味があったって話されてて、ケンジナはもう本当にマジックは小学生の頃からもう大好きでやっていたんですけど、まさか今自分がこういう風になるとは思わずに、単なる趣味としてやっていました。単なる趣味、はい、はい、でホームページ拝見するとこのもうプリンコちゃんとして大道芸されてる去年のこうスケジュールが出てるんですけど、僕ちゃんと数えてみたら本当50回去年ですね、はい、されてて、もうほぼ毎週ですよね。本職がどちらなんですかっていう感じですけど、はい、はい、そうですね、そんな風にされてるんですが、今日ぜひ増田住職紹介したいと思ったのも、本当に何て言うんですかね、こういう活動を気負わずされてるお坊さんなんですよね。こういうのもなんか社会的にどうこうしたいからプリンコちゃんやってるとかともおっしゃらないですし、もう好きだった趣味だった、で行く先々の公園も行きたくないところで行かないんですよ、はっきりされてて、すごくいいと思いました、行きたくないところまで、自分お坊さんだから社会的正義で行かなきゃいけないとか、そういうなんか気負いがないので、盛り上がりそうだって言ったらあれですけども、喜んでいただけそうなところ、それもありますし、遠くでも行くんですけども、自分としてこれは少し違うなというところには行きません。やっぱりその私がやってる目的みたいなものは、子どもさんだったら子どもさん、お年寄りだったらお年寄りに喜んでもらって、その場にいい空気を残していきたいと思っているので、私たちはパーティーやって子どもたちが向こうで暇そうにしてるから適当に相手しておいてみたいなものは、あれそれちょっと違うかなっていう、ごめんなさい、そういうことをやってる人もいるんですよ。それはいいんですけど、私は違うと思っているということです。すごく大事だと思いますよ、本当に、それもなしにして、とにかくそういうことを伝えたいでもいいし、やっぱり自分の役割というか、う、ね、範囲というか、ね、ご縁の範囲もあるじゃないですか。そうですね、すごい素晴らしいと思います。そうなんです、それでいて、さっきも申し上げたんですが、その自殺とか自死でですね、そういう方の苦しみをやっぱ取り除いていこうっていう運動の、共同代表なんかもされていて、手紙相談とか、そうですね、そういったようなことでされてるんですよね。はい、死にたいぐらいの、辛さや苦しみを抱えた方からお手紙をもらって、そのお手紙に対して、お坊さんが返事を書くという、はい、はい、12月1日にはこう遺族の方が集まる場所なんかも頻繁に作られている、追悼法要ですね、はい、亡くなった方の追悼の法要を行っています。中にはですね、亡くなった原因とかを親戚の方とか近所の方にも隠している、そのような方が、多くいらっしゃいまして、これで本当に供養ができたんだろうかって、そういう新たな苦しみを生んでいますので、そういった方々の苦しみを取るために、東京都内の大きなお寺、前回はたまたま、浄土宗の大本堂の増上寺で行ったんですが、そういった大きなお寺を会場として行っております。ですとかですね、この間もからずっと僕もお話しさせてもらっているそのお寺を、第三の場所に、サードプレイスっていうお話を、まさに体現されている方で、
あの親カフェっていうですね、まあ、不登校の親の方の、まあ、なんか思いを吐き出してくださる場っていうのもお寺の中でされていたりですね、まあ、これもなんか孤独になってっちゃうんですよね、はい、まずあの親御さんが元気にならないといけないので、なんで親御さんが元気にならないかっていうと、子供さんが自分が原因だって思った時にどん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 その負のスパイラルに陥ってしまうので、親御さんがまず元気になってもらいたいなっていうのはあります。住所からお話聞いてた時に、あのいわゆるこう教育現場ってモンスターペアレンツっていう言葉最近よく聞くので、お子さんに何かあった時に、まあ、学校にこうわーっとこう言いに来る親御さんの印象が僕なんかすごくあったんですけども、あの住職に言わせると、まあ、そうなる人ももちろんいるけど、そうじゃなくて自分そういうモンスターペアレンツみたいな風に見られたくないから、さ子どもの問題でこれ先生原因なんじゃないかなって抱えててもそれを吐き出せない方も結構いらっしゃるらしいんですね、うん、で、まあ、まさにお寺がサードプレイスになろうとしている一つのあれなんですけども、住職としてはその場で何か解決しようっていうふうにも必ずしも思っていなくて、まあ、まず場所があることが大事っていうことで、ここでゴールを設定してないという言い方をされてましたよね。そうですね、はいはい、どうしてもですね、ゴールを設定する、近場にゴールを設定すると学校に行かせることがゴールになってしまうと、なんかそれはあの縄で縛って連れていけば学校に行かせることはできるんですけど、誰のためにもなってないんですね。そんなことよりも、もっともっとあの広い目で見て、なんだろうな、いろんなタイプの子がいるわけで、まあ、毎日寝てばっかりいる子もですね、あこれもこの間別の方から言われたの、あの子は、ね、ワインなんだよ、寝かせといた方がいいんだよってあそうなのかとか、まあ、いろいろな考え方があるよなと思って。昔ってほらもっとコミュニケーションを街がしてたから、うん、おじいちゃんの知恵だったり、うん、おばあちゃんの知恵だったりね、うん、いろいろあったけど、それがやっぱり核家族になったり部屋にこもるようになってしまったので、うん、だから本当そういう場所がね、新たに作れるといいですよね。しかも僕らあのアンカレッジという会社もお寺でお祭りっていうのをぜひやりたいと思ってて、もう現代のお祭り復活させたいと思ってるんですけど、あのもうお寺で早速実践されてて、あの地元一の屋っていう流山市の中の地域なんですけども、一の屋の一っていう、まあ、バザーみたいなのが中心になる、ね、まあ、あのフリーマーケットなんですけど、うちのあたりはまだあの農家さんも多いので、朝採れた野菜、それからあの、まあ、柿農家、あのお花ですね、そういったものを地元のものをあの販売して、あとそれから、うちのあたりはですね、つくばエクスプレスという電車が新しく通ったことで、新住民と呼ばれる、まあ、新住民なんて言い方はいけないんですけども、新しく引っ越すって来られた方大勢いらっしゃるので、そういう方たちが昔からいる農家さんたちと交流する場所になればいいなと思って、はい、本当に場所作りですよね。古くから住まわれてた方と新しく新興住宅とかマンションに住まわれてきた方の分断がどうしてもあって、はい、そこをうまくつないでやろうということで、どれぐらいこのバザーというかあれで、この間12月、先月ですけども、10回目でした、はいはい、10年やりました。何人ぐらいこう、前回はですね、多分、まあ、1000人くらいは来たかなと思いますけど、はい、本当に今お寺行くと、つい半年ちょっと前までぐらいはお寺の周りって田んぼと畑というか、はいはい、恐れすらないような、ただ風が吹いてるだけの道路にあの生地が歩くから車は気をつけてくださいねみたいな看板立ってます、ね、生地は今でもいますね、はい、いるような車の方が気をつけてくださいね、生地引かないようになってるんですけど、ここ半年1年くらいで本当にマンションとか一戸建ていっぱい建ってきた、はい、まさにニュータウンみたいなところのお寺さんなんですよね。まあ、冒頭から申し上げているんですが、とにかく気負いのない住職で、そういう場所を作ってるっていうことに、いや僕って正義でしょみたいなこととか、お坊さんとして立派でしょみたいな空気感が全くなくてですね、いや実際立派じゃないの本当に自然にやられてるのか、やりたいからやってる、そうなんです、そうなんです、やりたくないことやらないみたいな、行きたくない時間のいいですね、クリスタルをほぼそれでやってます空気感が合う場所ですねそれがすごく僕が大好きな坊さんの一人で、今日ご紹介させていただきたいなと思ったところ でその住職が本を書かれてるんですけれども、僕特にタイトル大好きで、お釈迦様ならこう言うねっていうタイトルですね正式には答えにくい子供のなぜに、お釈迦様ならこう言うねっていう本ですね。
あのまあ、108つの煩悩の数だけ、まあ、別に煩悩に一個一個合わせてるわけじゃないですけども、はい、あの108つの質問にあの結構シンプルに答えて、でそれでいてあの、ご僧侶の立場からあのこういう理由でみたいなことを書いていただいてますよね。すごくわかりやすく、ね、子供が読んでもそうなんです、面白いです、ね、あの答えの方はぜひ読んでほしいんですけど、質問がどうして人を殺してはいけないのとか、天国や地獄ってあるのとかですね、なんで子供はお酒飲んでいけないのとか、あのとってもいいです、これあの一問一答で分かりやすいところですね。これ書かれた時ってこうなんかやっぱり僕も何度か質問してるんですけど、子供さんが好きだったんですか？いや、子供が、私もよく聞かれるんですけど、あのそんなに子供って好きじゃないです。あのいや、じゃあ嫌いかっていうと嫌いではないです。あのただ単にあの一人の人間として付き合っているので、あのいい子もいるし、そうじゃない子もいるし、それはあの大人もそうですよね。 ただ単にそういうことです。ただあの子供ってやっぱりあのちっちゃくってなんかこう、なんかプニョプニョしてて、まあ可愛いなと思いますけど、好きか嫌いかっていうと別に好きではないです。また好きでもないんですよね。なんか全部がこうひょうひょうとあの自然に、まあ、僕に言わせるとなんかこう空気吸うように自然にこういう活動ができるってなんかすごくいいなと思っていて、まあ、住職もおっしゃってたんですけど、その何かにあまり思い入れで取り組みすぎると燃え尽きちゃうっていう方もやっぱりいらして、あるある、ありますね、軽く燃え尽きながらやってるよね。あるあるだね。毎回学ぶんでしょ。やり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 燃え尽きちゃうって本当によくある。周りで結構いらっしゃったんじゃないですか？そうですね、まあ、ただあの実際にそういう相談員の方たちは自分たちでこう、燃え尽きないようにいろいろな工夫もされていまして、お互いがお互いのケアをするようなそういう仕組みもちゃんとできてますので、はい、ただまあ、あのお寺の住職ってあの一人でやってる方が多いので、そういうケアはじゃあ誰がするのかっていう、まあ、それでまあ燃え尽きてしまう方も実際にはいると思います。はい、そうですね、あのそうなんですよ、住職のもともとこのモチベーションっていうかよく聞かれるところだと思うんですけど、なぜこういう活動してるって言ったらなぜですか？いや困らせる、本当に、いや本当に申し訳ないんですけど、なんかここですごく立派なことを言えればいいんです。ないんですよね。なんでしょうね。そうですね、まあ、私はその、お寺の生まれでもないし、今この、400年の歴史のあるお寺の住職として迎えてもらった、そのことは、まあ、本当にあの感謝感謝でしかないので、まあ、私の、師匠であるとか、あるいはその地元の、総代さんと言われるような地元の顔役の方たちに対する、まあ、その自分を迎えてもらったことに対する恩返しはしたいとは思ってます。それは、まあ、一生かけてもできることではないので、まあ、ちょこちょこと、うん、はい、実際できてはないんですけどね。できてはないんですけど、もっと話聞きたい、ね、一緒なの。そうだね、ラジオ始めた時に、うん、本当に私をここに導いてくれた人の恩返しをずっとしてるの、うん、そのバトンをみんなに渡してってる。あ、いやー、こんなところにも。そうですね。じゃあ出家していただけます。かわいいね、なんかきっとね。あの、つるんと、うまく我が主はいつでも二人揃うってどう？大体な感じね。素晴らしいな、ね、そうなんです、決してこう、あれですね、埼玉県大宮市出身でもちょっと待ってください。大宮いい町ですね。そうですね。散々言ってくださいよ、にこれ。流山もですね。千葉県の流山も大宮いい町ですので。いや、ご住職、本当またぜひいらしていただいて、本当にもうね、お話またしたいですよね。好きです。ね。以上。いや、本当にありがとうございました。何かあの近々イベントとかもし告知するようなことがあれば。お伝えしておきますけど、こちらの方でもいいですけど、遠藤寺のホームページを見ていただければと思います。いいですね、はい、ぜひ検索して、はい、情報もキャッチしてください、ね、はい、ありがとうございます。本日あのお越しいただいたのが千葉県流山市の真言宗部山派遠藤寺、増田俊光住職でした。ありがとうございます。ありがとうございました。またぜひ。
最高です。ありがとうございました。じゃあ昭和ロマン行きます。昭和ロマンやって写真撮ろうか。はい、じゃあ、ね、じゃあすごい移動してくれちゃったから。じゃあちょっと曲入れますね。ちょっと待ってください。あ、そう、ここで、はい、さあ、それではここで本日の日賀の昭和ロマンをお届けしたいと思います。1月、第2週目ですね。今週のテーマは映画音楽です。角川映画を、ね、取り上げてみたいと思います。角川映画といえば、私バブルの世代の育ちなんですけれどもですね、もう本当に大好きで、たくさんたくさん何本も映画見ました。でその中で代表的な、まあ、角川映画といえば二大看板女優、薬師丸ひろ子、原田知世さんね、お二方いらっしゃいますね。この方の映画を今日はピックアップしてみました。1曲目は、セーラー服と機関銃ですね。薬師丸ひろ子さんが歌ってます。2曲目はスローな武器にしてくれ、南吉高ですね。聴いてください。